ハワイ州道270号線は、島の最北部のカワイハイから、西海岸を北上して、さらに東へ曲がるハワイ州道250と270の分かる目ハワイ州道270号線は、アメリカ合衆国ハワイ州の最大の島である、ハワイ島のノースコハラ地域にある州道で、島の北西部にあるカワイハイから北上して、最北部で東へ曲がり、ハビとカッパーウを通り、 ポロルー渓谷見原次第へ達する道路である。この道路は、アコニプレハイウェイとも呼ばれ、アコニプレはこの道路の必要性を強く呼びかけた、この地方選出の集会員議員である。また、ハビは、南へ、小原山地を越えて、ワイメアへ至るハワイ州道250号線の起点にもなっている。ハワイ島カワイハイから、 ハワイ州道270号線で北上する部分は海岸の高台を行くので海が沖合まで見えて、カキをベイリング海で過ごしたクジラ類が冬の子育てと休養にこの辺り来るので、12月から3月にはクジラの潮吹きをあちこちで見ることができる。ハワイ海付近の米国国立史跡プーコホラヘイアウはクジラの丘の聖書の意味である。ありがとうございます。